ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、この参議院選挙、東京地方区丸川珠代候補、そして武見敬三候補とともに全国比例全国を回り回ってこの選挙戦を戦ってまいりました。この全国比例の候補者の皆様方をご紹介をいたしまして、一言ずつご挨拶を頂戴したいと思います。到着順に皆様方よりご挨拶をいただきます。まず最初に有村治子候補でございます。ありがとうございました。続きまして、丹東明子候補でございます。丹東明子。皆さん、こんばんは。丹東明子でございます。これからの日本にとって重要なことが4つあります。EFCS。E はエネルギー。エネルギー戦略でございます。原子力だけに頼らずに、新しいエネルギーの研究開発を進めること。F はフード。もちろん食でございます。バランスのいい食生活をして健康寿命を伸ばそうということ、そして日本の食文化を発信をしようということ、そして C はケアでございます。高齢者の方、ハンディキャップを持った人たち、そしていじめをなくすような環境整備をしなきゃいけません。そして4つ目はそれを支えるS、佐藤明子でございます。どうぞ皆様、比例区は佐藤明子、よろしくお願いします。続きまして、丸山和也候補でございます。皆さんこんばんは。先ほど車の運転手からお前は何人だって言われてますけど、私は黒くなりましたけど立派な日本人でございます。日本を取り戻そうというスローガンが3つあります。第一の柱は強い外交防衛力の復活であります。日本の国は日本がしっかりと守る、日本の領土と国民の安全は日本が守る。人づくりですよ、教育ですよ。誇りある日本人、誇りある日本、日本人としての誇り、気概を取り戻すことなくして日本を取り戻すことはできません。皆さん、日本人としての敵自然と思って、誇りある日本、誇りある日本人と作ろうじゃないですか。比例は一切の組織団体はありませんけれども、皆さん一人一人のお力を勝負しております。この丸山和也を何とぞよろしくお越しご支援お願いいたします。以上、終わり。続きまして若狭勝候補でございます。皆さんこんばんは。ひげの弁護士、ひげのコメンテーター、テレビに出ておりました弁護士の若狭でございます。私は自民党から公認を受けたわけですが、自民党は私にですね、政治腐敗を絶対も引き起こさない、そういうことを私に求めたんです。私は地検検事の特捜部として自民党の政治家の人を事件にしたこともあります。そして自民党は私を恨んでもいいところなんですが、その自民党が私にですね、公認として強く出馬を要請できた、これはまさしくですね、今後の政治において政治をきれいにする、そして政治腐敗を引き起こさない、
その役割を私が自民党から担ったわけです。ですから皆さん、この正義感が強く、そして法律のプロ、正真正銘の私、弁護士若狭勝に皆様の一票一票の絶大なお力をいただきたい。投票用紙の2枚目には若狭という名前をお書きいただきまして、私に力強く参議院に私を送り込んでいただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして塚原光男候補でございます。体操月面宙返りの塚原光男です。こんばんは。私は去年ロンドンオリンピックの総監督を務めました。日本は38個のメダルを取りまして史上初です。でも喜んでいられないんです。金メダルは7つだけなんです。それだけではありません。私が不安に思っているのは子どもたちの体力がどんどん落ちていて、若者は自信と不安に8割の人がなっている。お年寄りが不健康な人、寝たきりの人がどんどん増えて、日本経済再生はアベノミクスで頑張っていただいて、私は側面から日本人の健康と元気をオリンピックとスポーツの力で必ず取り戻します。2020年東京オリンピック・パラリンピック、日本に持ってきましょう。皆さんでしたね。いいですか。ということで私にお力を与えてください。明日塚原理想、2枚目の塚原理想、よろしくお願いします。ありがとうございました。頑張ります。続きまして菅義文候補でございます。皆さんこんばんは。菅義文でございます。日の丸が大好きな菅義文でございます。私は地域をどうしても日本の中で強くしたい、再生したい、その思いの一途で郵便局長をやっておりましたけれども、今回この挑戦をいたしました。どうか日本の一番元である細胞である地域をもう一度皆さんと共に、安倍総理と共に復活させて、地域に元気をもたらしたい、このことだけを伝えます。どうもありがとうございました。そして最後に佐竹正明候補でございます。皆さんこんばんは。私は圧倒を言われ、この10年間無数のある思想哲学を身につけ、この日本という国、強い国、日本、美しい国、日本、そして礼節のある優しい国、日本として、世界へのリーダーシップを取れる国にしたいと考え、国政にあります。ぜひこの自民党、自民党を誇るという夢のある党でございます。自民党こそ日本で一番の党なんだ。皆さん立ち上がりましょう。皆様、どうも東京地方区で戦っている丸川珠代、武見敬三候補とともに、全国比例区で戦っている私たちの